太陽チャンネル。あー、なんかお父さんたこ焼き買いに行ったけど遅いな。お待たせ、たこ焼き買ってきたよ。イエーイ。わ、おいしそう。ただ一個馬車が食べちゃったからね、5個しかないけど仲良く食べようね。食べよう食べよう食べてみてよう。いただきます。対決が始まった。はい、ということで。はい、ということで、今回ね、親子対決するのはこちら。ポニラ。はい、こちら。アイアンボールを使って太陽と対決したいと思います。負けないぞ。こちらのね、アイアンボールなんですけども、鉄の球を打ち出して遊ぶシューティングトイと。でシューターね、打つやつね。シューターはこちらの全6種類となっていて、形状によって4つの特性があるそうです。まずはね、それぞれの特性を見ていきたいと思います。はい、まず1つ目、アイアンボールスカイブラスターになります。こちらはね、即連射タイプになってますね。連続で高速発射ができるそうです。一気にね、連射できるみたいだね。2つ目、バーミリオンブラスター。はい、バーミリオンブラスターってね、こちらも先ほどと一緒で即連射タイプね。でこちらもね、正確に連続発射ができるそうです。3つ目、ソードスナイパー。はい、ソードスナイパーですね。命中度タイプですね、はい、おお。でこちらがね、高精度タイプとなっていて、高精度で狙い撃ちができるそうです。ちっちゃなね、あのターゲットだったりだとか狙うにはこれが一番かなと思いますね。あの安定性がすごく取れてる。4つ目、ハントスナイパー。はい、ハントスナイパー、こちらもね、さっき紹介したのと一緒ですね、高精度タイプ、長距離を狙い撃ちできるって書いてありますね。これかっこいいね。うん、パワーブレイカー。こちらがね、強発射タイプ、ターゲットを狙え撃てって書いてありますね。これはね、かなり強力な発射ができるみたいです。そう、ちょっとね、撃つ時にコツがいると思いますね。あのちなみにね、この上にほら、超強力ショットが撃てるって書いてあるからね。ラスト、デルタランチャーですね。はい、ラストはデルタランチャー。こちらはね、このシリーズ唯一1種類しかないですね。同時発射タイプとなっていて、複数のターゲットを同時に狙えるそうですね。一気にほら、鉄球がね、3つ出てくるんですね。複数のターゲットを狙うにはもうこれが一番かなと思います。それではアイアンボールを使って今日は3本勝負をしたいと思います。記念すべき1本目の勝負、5個並べたペットボトルを何回で弾くことができるか勝負したいと思います。レッツゴー。それでは1本目いきます。こちらに5個ペットボトルをね、並べてるからね、ここから先には出ないようにしてください。まずは太陽が使う武器、バーミリオンブラスター、こちらでいくそうです。はい、それでは太陽のチャレンジ、何発で5つのペットボトルを弾くことができるか、よーい、スタート。1発、ミス、アス、
もダメか。ダメだ。じゃあ今4発、5発、6発、あ、7発。はい、ただいまの結果、太陽7発でした。それでは、お父さんはね、これだろ、やっぱりハントスナイパー、やっぱ狙い撃つならこれですよ。7発以下にすればお父さんの勝ちだからね。1発、あ、失敗。3発目、3発、あ、ほんそう、5発、あ、7、え、8、あ、負けた。はい、なんと1回戦目お父さん惨敗でした。お父さん勝つ予定だったんだけどね。第2回戦目は紙コップタワーを一撃で何個倒すでしょうか、勝負。じゃあ行ってみよう。ピラミッド完成。あれはあれを使うべきだろう。それでは一撃だよ。太陽が選んだのは同時発射タイプのデルタランチャー。やっぱりこれでしょ。一撃だから。第2回戦目、よーい、スタート。もう一回だよ、もう一回だよ。あっ、あっ、倒したコップの数数えてください。じゃあ太陽選手11個です。はい、それではお父さんが選んだのはパワーブレイカー、強発射タイプだからね。これで一撃で全て仕留めたいと思います。これはどうかな。あ、真ん中辺を崩してしまえば、いくぞ、発射。単品を買った時についてくるアクションターゲット、こちらはここにねヒットポイントって書いてあって、こちらに鉄球が食らうとバーンとね弾くことができます。で、あちらにアクションターゲットを雑に置いてあるんですけど、太陽とじゃんけんをして順番に合計3発、打っていきます。で、こちらのカードには1から3番まで番号が振ってありますので、そちらをポイントとしたいと思います。じゃあまずは先行となる人をじゃんけんで決めたいと思います。じゃんけん、はい、お父さんの勝ち。じゃあお父さんは高セブタイプのソードスナイパーを使いたいと思います。僕はハントスナイパーを使います。はい、性能的には一緒のやつですね。3ポイント狙いのね、このゾーン熱いから。いくぞ、1発目、せーの、あ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 、2ポイントですね。2ポイントか。2ポイントゲット。3ポイント狙うと、はい、対応1発目、おお、おお、3ポイントゲット。マジか。2発目狙っていきます。3ポイント狙わなきゃいけない。せーの、3ポイント、1ポイント1ポイント。これで3ポイントだったら太陽の2発目、いくぞ。おお、マジ3ポイントゲット。ということは今現在お父さんが3ポイント、太陽が6ポイントだから、3ポイント取らなきゃ、そこで3ポイント取って次太陽がミスるというね、それで同点だね。いきます、せーの、おーっしゃー、おーっしゃー。はい、狙い通りの3ポイントです。3発目打ちたいと思います。いきますよ。はい、あ、ミスった。ひどー。ということはサドンデスいきましょうか。ここで3ポイントお父さんが取れればでかい。せーの、あ、くそ。さあラスト、ラストになるか。どうぞ。3ポイントゲット。3ポイントゲット。はい、ということで結果、お父さんが
が6ポイント、太陽が9ポイントです。お父さんの負けです。しかも全敗。強いね。よそう、またリベンジするからね。はい、ということで、はい、今回はね、鉄球を打ち出す爽快感が楽しめるシューティングトイ、アイアンボールで遊んでみました。はい、めっちゃ楽しかった。そしてちなみにね、こちらのプレイアリーナで遊ぶと、一人型、対戦型など6種類の公式競技が楽しめますからね。で、先ほど太陽とパパが遊んだように、ペットボトルだとか、あと紙コップなどね、身近なものをターゲットにして自由にルールを考えて、オリジナルのね、遊びを見つけても楽しいよね。詳しい内容は下の概要欄にね、URL をつけておきますのでね、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。というわけで、今日の太陽チャンネルはここまでです。バイバーイ。お父さん、もう一勝負だ。負けるのに